ドッダーニー帝国、またはアフガン帝国はアフマドシャー・ドッダーニーが起こした帝国である。最盛期には現在のアフガニスタン、パキスタン、イラン北部、トルクメニスタン東部、カシミール渓国を含むインド北西部にまたがる領域を支配下に置いていた。1747年にナービルシャーが死亡するとアフマドシャー・ドッダーニーはカンダハール地域を獲得した。 そこを拠点に彼は、カーブル、ついで、ガズニーの征服をはじめ、1749年には、ムガル帝国から、現在のパキスタンやパンジャーブ北西部にあたる地域の主権を譲渡された。さらにアフシャール・アサのシャールフが支配していたヘラートを獲得するため西へ進軍し、続いて、ヒンドゥークシュ山脈も主中にしようと目論ろみ軍を送り込んだ。ヒンドゥークシュの全部族は短期間のうちに、 アフマドの軍勢に加わっている。彼の軍は4度にわたり、インドへ侵攻し、カシミールとパンジャーブを支配下に置いた。1757年初頭、彼はデリーの略奪を行ったが、すでにデリーにおけるムガル帝国の影響力は低下していたため、アフマドシャーによるパンジャーブ、シンド、カシミールの総試権を認める限りにおいて、帝国の維持は約束された。 1762年には、パンジャーブにおいて、宿教との虐殺事件を引き起こしている。1772年に、アフマドが死亡すると、新たなドゥッダーニー・アサの支配者に、息子のティムール・シャーが即位した。ティムールは帝都をカーブルへ移し、ペシャー・アワルを、陶器の帝都に定めた。ドゥッダーニー帝国は、現在のアフガニスタンにおける国家の基盤と考えられており、 マフマド・シャー・ドゥ・ダーギーは国民の父と称されている。1709年、ミール・ワイス・ホータクを中心とするギルザイ部族連合がカンダ・ハールでサファビー町に反旗を翻し、ホータケイ・アサを樹立した。彼の息子であるマフムード・ホータクは1722年から1725年の短期間でペルシア一帯を支配し、自らをペルシアのシャーと名乗った。しかし、 1738年のカンダハール、包囲戦において、アフシャール朝のナービルシャーに敗れ、ペルシアを30年にわたり支配した、ホータキー朝は滅亡した。1747年は、アフガニスタンにとって、ペルシア、ムガル両帝国から完全に独立した政体を獲得した決定的な都市といえる。1747年10月、カンダハール付近の都市で行われた。 大会議において、アフマドシャー・ドゥッダーニーが新たな、パシュトゥーン人の指導者に選出され、ドゥッダーニー・朝を起こした。アフマドは、他の候補者より若年であったが、彼の出身家系は、政治的な影響力を持っていたこと、そして彼の父親であるムハンマド・ザマーン・ハーンは、ヘラートの知事であり、パシュトゥーン人を守る戦いで戦死していることなどが、選出の際に考慮されている。 カンダハールのバザールと城塞を望む。1848年、ロバート・シー・キャリックによる、アフマドシャーによる最初の軍事行動はギルザイ部族連合からガズニーを地元の支配者からカーブルを奪い取ることだった。1749年にはムガル帝国がアフガンの攻撃から帝都を守るために、シンドやパンジャーブ、インダスガーの要所などを差し出している。東側の領土を ほぼ戦火を交えることなく獲得したアフマドは、ナーディルシャーの孫にあたるシャールフが支配する西側の地域、ヘラートに興味を示した。続いて彼は、ヒンドゥークシュ山脈北部を制圧するため軍隊を派遣した。強力なアフマドの軍隊は、短期間でタジク人、ハザーラ人、ウズベク人、トルクメン人や他の北部アフガニスタンの部族を支配した。ムガル帝国には、 ケイヨ攻め込んでおり、最終的にカシミール、パンジャーブ、ラホールの領有に成功した。1757年、彼はデリーを略奪したが、ムガル帝国は彼の支配を認める場合に限りその生態は保証された。アフマドシャーはカザフスタンの東国境に迫る真の拡大を警戒していた。そのため、彼は、 近隣のイスラーム系アセ国に団結と清シへの攻撃を呼びかけ、表面的には西部のムスリム市民たちを自由にしている。彼は清シとの交易を取りやめ、好感度に軍隊を派遣した。しかし、インドでは財政が傾き、中央アジア全域で兵力の低下が見られたため、まともな軍事行動に出られるだけの資源が不足することになり、結果として、 北京に特使を送ることしかできなかった。アフマドシャー・ドゥ・ダーニーと彼に交応した勢力は、第三次パーニーパットの戦いで、マラーター同盟を撃破した。彼は戦後、シャン・アーラム2世をムガル皇帝として追認している。インド北部のムガル帝国の勢力は、1707年にアウラングゼーブが死亡して以降弱まっていた。 バーラージー・バージー・ラーオがペーシュアーだった1751年から1752年にかけてマラーター王国とムガル帝国との間でアフマディア条約が締結された。この条約によりマラーター王国は支配域をオートプネーからインド北西部まで広げ一方でムガル帝国の影響が及ぶ範囲はデリーに限られてしまった。に インドへ勢力を拡大していたマラーターとドゥッダーニーは、やがて衝突した。デリーを略奪した、アフマドのもとに、ラグナーとラーオーが派遣され、戦闘になった。彼はまず、パンジャーブのローヒラーとパシュトゥーンからなる、ドゥッダーニー帝国の守備隊を破った後、インドからティムールシャーと彼の進化を追放している。その後、ラホールや、ムルターン、カシミールなどを獲得した。これにより、 1757年の時点で、カンダ・ハールに帰還していたアフマドは、マラーター同盟の脅威に直面し、至急インドに戻らざるを得なくなった。アフマドシャーはマラーターに対するジハードを宣言し、バローチー人を含む多くのパシュトゥーン系部族が、軍に加わった。全軍の司令官には、スバハーンタノリが選ばれている。初期のコゼリアに続いて、インド北西部で、ドゥッダーニー軍が、 マラーター守備隊を破った。また、1759年には、アフマドと彼の軍勢は、ラホールに到着し、マラーターを迎え撃つ準備を整えていた。一方で、マラーター側も1760年までに、サダーシブラーオバーウの下兄弟な軍隊が、作り上げられていた。軍備の整った両軍は再びパーニーパットで、衝突した。 ムスリムとヒンドゥー教徒の衝突で勃発した第三次、パーニーパッドの戦いは激戦となり、前線が12キロに及んでいる。最終的に、ドゥッダーニー帝国側は勝利したものの、大きな損害を被る結果となった。これには、パンジャーブ地方で勢力を強めたシク王国や、ブハラ北部で起こった反乱への対処に追われたことが、要因として挙げられる。 ペシャーワルにあるバラヒッサール城塞は、ドゥッダーニー王家の宮廷の一つであった。パーニーパットでの勝利は、アフマドシャーと彼の軍勢の力が最高潮にあった瞬間である。しかし、それでも徐々に帝国の力は落ちており、彼が死亡する前であっても傾き始めていた。1762年、アフマドはアフガニスタンから峠を6度も行き来して、四苦王国を抑え込んだ。 ただ、帝国の支配力に陰りが見え始めたのは、この頃からである。彼は、ラホールを襲撃し、生徒アムリトサルでは、宿教徒を虐殺した後、黄金人を破壊した。2年以内に、宿教徒は再び立ち上がり、アムリトサルを再建した。それを受け、アフマドは、宿教徒を永続的に服従させるため様々な試みを行ったが、失敗に終わっている。 同時期に、帝国北部では、ブハラ首長国の反乱が起こっており、最終的に首長国の領土分割を認める形で合意した。第3次パーニーパットの戦いから10年後の1771年、マハーダージーシンディアに率いられたマラーター同盟は、デリーへ入場し、この地を再占領した。これにより、ローヒラー族は、ドゥッダーニー帝国から永久的に切り離されることとなった。 アフマドは1773年4月14日に邸宅をカンダハール東部の山間部へ移している。彼は部族の同盟と敵対の均衡を保ち、彼らの勢力を反乱とは逆の方向へ向けたことで顕著な功績を残した。彼がアフガニスタンのアフマドシャーバーバーと認められた、ゆえんである。アフマドシャーの後継者たちによる統治はことごとく、 失敗し、彼の死後50年も経たずして帝国は崩壊、アフガニスタンは内戦へと突入していくことになる。彼が獲得した帝国の領地はこの半世紀で大半が失われた。1818 18年までにアフマドを継承した統治者たちが支配した領域は、わずかにカーブルと半径160キロの周辺地域しかなかった。彼らは遠隔地を失っただけでなく、 同じパシュトゥーン人の部族すら切り離す結果を生んだ。アフマドは彼の息子であるティムールにその座を引き継いだ。アフマド治世下では父に代わってインド北部を管理していたが、マラウター同盟によりインドから追放されている。アフマドの死後、ドゥッダーニーの族長たちはしぶしぶ彼の継承を受け入れた。彼の治世はほぼ内戦と内乱の対応に追われてばかりであり。 争いに押される形で帝都をカンダハールからカーブルへ、遷としている。ただ、これは、彼が無能の統治者であることを示しただけであり、この頃から、帝国の崩壊は始まった。なお、彼には24人もの子がおり、時代は5番目の息子であるザマーンが引き継いだ。カーブルのバザールティムールシャーの死後、カンダハール、ヘラート、カーブルを統治していた彼の3人の息子が継承を争っている。 カーブルを管轄していたザマーンは帝都を支配することで地位を確立し23歳でシャーとなった。なお彼の兄弟の半数は新たなシャーを選出する目的で帝都を訪れた際に投獄されている。アフガニスタン全土を巻き込んだ継承戦争は外敵の侵入に好都合であった。ティムールシャーによる真の絶対君主制を高専的なパシュトゥーン人部族に継承し、 他の主要な部族の助言なしでも統治を行おうとした努力は失敗に終わっている。宿教徒たちは幾度も信仰してくるパシュトゥーン人から身を守るため力をつけ始めていたがザマーンシャーはそれを食い止められなかった。宿王国のランジートシングはザマーンの軍隊を無力化している。後にザマーンが兄弟によって死力を奪われた時パンジャーブにある収容所へ彼を入れた人物こそ ランジートシングである。ザマン政権の崩壊は、権力を統合しようとした彼の試みから始まった。彼は、バーラクザイの有力者の支持を得て、シャアの座についたにもかかわらず、直後、バーラクザイを、権力の中枢から追放し、彼自身の系譜である、作動材に置き換え始めた。この行動は、アフマドが築き上げた、ドゥッダーニー部族連合による政治の絶妙なバランスを、 崩すこととなった。1801年にザマン政権が崩壊すると、国内の混乱はより一層大きなものとなった。その中で、シャアとなったマフムードだったが、彼の知性はわずか2年で終わっている。マフムードを引き継いだシュジャーも、その統治期間は6年しかない。1809年6月7日、彼は大英帝国と条約を交わしている。 この条約には領土を外国軍が通過することに反対する内容が盛り込まれていた。これはアフガニスタンにとって初の欧州国家との条約であり、フランスやペルシアがイギリス植民地やアフガニスタンに侵攻してきた際には共同で対処することを規定している。条約を結んだ数週間後、彼はマフムードによって罷免され、マフムードが支配者となった。なお、 1839年にイギリスの支援を受けてシャアの座に復帰した。マフムードによる二度目の統治は9年間にわたる。彼はバーラクザイをうんじていたが、後にバーラクザイはドースト・ムハンマドハーンによって独立し、サド罪ザイを滅ぼすことになる。アリーはティムール・シャアの別の息子である。約1年統治したが、すでに帝国は崩壊寸前であった。アイユーブは ドッダーニー帝国最後のシャアである。彼は1823年に退位したが、その年に殺害されたとされている。彼の治世下でカシミールを喪失した。ありがとうございます。